ちょっとお前たちマジでさ1000枚売れませんかねちょっとはいもし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 こんにちははいこんにちは聞いてほしいことがあるんですけどいいっすかおし僕声真似をやってるんですよ声真似をはいはいちょっと銀さんっぽいの入ってるよねもうすでにあ,ありがとうございますジャスドゥイッやってますすいませんいいねうんそれでなんか声真似会話が今やばいことになってて そうなんですよ僕が声山で会話を作ったようなもんなんですよね正直みんなは知らないかもしれないけど声山で、ね、ワールドカップっていうのを昔あの1年に1回ぐらいの企画でやってたんですよね僕の枠でもうほんと昔2010年とか11年の話やけど声山ねしてってあじゃあまあチケット売れたらするわチケット1枚売れることにするわ声山で、ね、をあ売れましたはいじゃあ何か振ってくださいえー、緑川僕が緑川光だいくぞ魔人研総合 マルおいお父さんいマル今2枚売れたから2回しかできませんあー1枚売れましたじゃあ次えー、ドナルドミッキーマウスやーああ1枚売れました福山君をずっと幸せに風に沿って

やばいどん,どん売れてきた。ういうい先輩どうしました <laughs> もうちょっと久しぶりにじゃあ声真似バトルしませんかちょっとスカイプ久しぶりすぎてなんかめっちゃ緊張しちゃったんですよ。<laughs> いやいや声真似バトルしないからしないから。お前昔やったじゃないですかめっちゃやりたくてなんかスカイプ開いてた時来たんですよね。対決はしないけど普通にういうい先輩の声真似は聞きたい。まあやっぱねテレビでてる人ですからね皆さんこれ声真似で。 やっ振ってきてくださいとりまー俺はやっぱフリーザだねこの地球人のサルドもがちょっとフリーザフリーザさんなんでフリーザよおっとセルさんじゃありませんこの地球人のサルドもがチケットを買わねえんだおめえから言ってやってくれチケットを買わないですって買わないなら私とせっかりしなさいほほほ あのね、ちょっと本当にやめてください <laughs> デスビームにしといてくださいそこはそうだぞフリーザーアイドルはかなの,のを忘れるなデュエットしたいなって思ったんですけど <laughs> デュエット初めて君たちを。 all my l まえ e なぜか優しい気持ちがあいっぱい」おいお前そこだけかよ。何初めてのチュ君とチュ歌ってくださいよ。 え、それ今フリーザでで歌ってくれたんですかあー、切れたフリーザ様小学5年生の弟がいるんですけど<ー> YouTube 検索履歴をたまたま目にすることがあって、うんはい、その検索履歴ちょっと言いますね「スプラトゥーン最強武器」え「ポケモン色違い見つけ方」え「クパー」<laughs> え「最大クパー」。<laughs> と履歴の消し方お父ゃゲド戦記です <laughs> 意味わかんない最大クパーって何いや、自分そこがちょっと気になってるんですけど、うん、すごく<の>すごく開いてるってことだすごく開いてる最大クパー <laughs> 今の小学生ウパーじゃなくてウパーいやクパーですねあ、クパー。ポケモンにウパーってのがいるからね、はい ウパーではなくてクパーです、ねうん。クパーってなってたのね。はい。それはひらがなでってこと？ひらがなですね。恐ろしいね、しょ、はい、恐ろしい小学生や。ありがとうございますい。愛の栄養水。はいわかりました。何を歌った？井上陽養水。千羽千羽。少年時代ね。はいはい。了解了解。 夏が過ぎ風あざみ誰の憧れにさまよう青空に残された私の心は夏模様あと一枚。

無理。死ぬ明日に響くこれ。うんこれは宿題バージョンだけどなんか儲かんの。しつこいね君もチ。チケット買ってほしいなみんな。ああ<ー>。買ってくれを頼むからさ。ドラえもんみんなチケット買ってくれないんだよー。どうしてなんだろう日本にもいてこんな。 みんなお金ないのかなドラえもみんなにお金あってしてよドラえもんふーんひと人何枚でも買えるのこれドラえもんこれ一人何枚でも買えるよドラえもんいつまでに買えばいいのこれも今すぐ買ってほしいよドラえもんふん1月十五日まで僕二千円しかないんだけど一月十五日はもう赤い分も過ぎてるドラえもん 静香ちゃん今のドラえもんにアップデートしろそれは別の人呼ばないとダメなんじゃないか旧ドラえもんダメなのかてかハム太郎の歌だったらもうハム太郎みんな呼べばいいんじゃねえなんかいるでしょうちょっとお願いします歌ってください。 どこ走りを張ったの走りを張ったの大好きなのはひまわりたね山に走りを張ったのフリーザさん、フリーザさんは大好きなのは地球人の猿って言ってください。わ <laughs> かりにちゃおう、まわりを張ったの 何言ってるか分かりません <laughs> いやこれスカイプがゴミなんスカイはい小山さんじゃあ僕と小山で勝負して買ったら、はい、僕チケット2枚買いますわいやお前2000円しかないっつってただろ

もう今その証拠にアマゾンでもう買えるっぽいんでもう今登録してきてえこれアマゾンの買えるんだなんかアマゾンのんかアマゾンのそのポイントで買えるみたいな感じのあったんでそれでやろうかなと思ってますああはい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 いきますか声山ね勝負はいどうしますかルールはそうですね昔みたいにコメント欄できた声山で勝負しましょうああもうそれではいわかりましたじゃあみんなあの声コメントでいきましょうもう何でもいいです はい、何でもオッケーです。いいね、いいね、いっぱい来てる。はい、じゃあ、塗り壁。塗り壁。僕、見たことないんですよ、塗り壁。はい、じゃあ、僕もいきます。お願いします。塗はい、次行きましょう。次、総合点でね、決めるからね。はい、えー。岸田総理。岸田総理、わかりました。はい、じゃあ、僕から。はい。いきます。はい。 安倍総理が愛した日本をさらに元気にし豊かなしい次の世代に引き継いでいかなければなりません。はい、お願いします。はい、えー、検討に検討に検討を重ねて検討します。はい、検討します。はい、はい、もうこれ、これ僕の課長ですか。検討します。いや、まだ分かりませんね。はい、黙って、増税。<laughs> ちょっと岸田さん、お待ちください。ちょっと。はい 僕最近議員系の小山根もやってて山本太郎が何言ってるか分からないようなやつもやってるんですよ。よあ,あ、それ一応やってますかじゃあ皆さんが小山根とかやってて、こうやってやってるけど日本はあんま変わらないんですよ。だからみんな頑張ってやりきましょうよ。小山で、少々マイク投げないでください。それはない。みんなのお金が買ったんやん。それはない、ね。これずっとやってるんですよ。<laughs> はい、似てる似てる。どう <laughs> あ,<の>あああ本田圭佑のなんかあの切り抜きであったやつとかもできますよあーやってまっていいですか本田圭佑あの切れてるとき、ね、オ,オフサイでーオーサイオーサイオーサイ何やってんのおいオフサイでずっとやってましたはい TikTok で <laughs> じゃあサワヤンで、はい、どうも皆さんこんにちはサワヤンゲームズですしゃでしょ 僕ちなにサワヤンゲームズの、あのー、サ,ワヤンサワヤンさんのなんかあのー、人に背中に重きパシンって叩かれたことあります、ね。うわもう防護剤で通報した方がいいなそれね。いや僕は叩いてくださいって言ったんですけど。ああ、じゃあダメだ、はい。大パン、大パンしてください。はいじゃあこれ、どっちが強いか。はい、これはちょっと久しぶりにちょ、スイキャスのちょっとアンケートを使いましょう。皆さん、ちょっと空気読んでくださいね、はい、本当に、ね俺。お願いします、ほんと。俺が勝つ勝ってみせるいや、してみせるとはいが僕です、はいが。 ウィーユ先輩です。お願いします。ほんと。岸田さん、どうですかあのーえー、これはですね、えーえー、皆さんが、えー、平和に、えー、あと19枚、このカードを買えば、私は、勝ちました。おい、ふざけんなよ、マジかー <laughs> もうマジかマジかこれが力だ。<laughs> <laughs> 追加そうめこれなんですよ。え、何、いくらでしたっけえっと、2枚なんで5000円ですね。5000円<千> <laughs> ゴーじゃゴ,ーゴーもう,もうガチでちょ行ってきますね。冬井先輩買ってくれるらしい。ありがとうございます。お疲れ様でした皆さん。まあ800万いったわ。なんだかんだ。買ってみてほしいわ。今日。待ってるからな今日ライブで